ひろきさんのレッスンも受けられるということで、なるべくもうコーナーのグリッピングでは全部の性能まで含めて全部終わらせないといけないので、そこを意識しながら、はい、車の話出張坂戸店のコーナーです。はい、始まりました。はい、はい、お疲れ様です。でね、あの本日もこの動画はですね、はい、アイトモーターサービス総公開、はい、in 本庄サーキットに来ているわけなんですけれども、はい、今回ですね、ひろきさんのレッスンも受けられるということで、うん、はい、その中でお越しいただいている、ありがとうございます。こちら、ゴンダイさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、なんか運転の悩みがあると話を聞いたんですけど。あ、そうですね。普段ジムカーナとかやってて、あ、なるほど、あのやっぱよく言われるのが、はい、あのブレーキングどれくらい車速を落とすのかとかが、やっぱ今ずっと悩んでるので、そこをちょっと改善したいなっていう意味で、ちょっと今回はレッスンさせていただきました。ちゃんと短い時間で車速を止めて、ね、みたいなところですよね。わかりました。で、そのゴンダイさんの車がこちらです。綺麗だ。綺麗だ。綺麗だ。これ最終型ですか？これ F 型で。あ、そうですよね。はい、あ、こんな貴重な車を。あの、ひろきさん、あの、はい、オーナーの方がノーマルだっておっしゃられてたんですけど、うん、全然ノーマルじゃないところを僕見つけました。はい、おう、ひろきさん、これってもしかして S208 の限定車のシートですね。全然ノーマルじゃないじゃないですか。これどこで手に入れたんですか？これはヤフオクで、ヤフオクで、でもお高いんでしょってやつですね、これね。そうです、めっちゃ高いですね。そうですよね。だってこれスポーツサーって、レガロのスポーツサーっていうシートのあれなんですけど、多分 STI ってロゴが入るだけで50万ぐらい上がるはずなんで、え、実際50万ぐらいでした？40とかですかね。あ、やっぱそうですよね。そう、そのぐらいする。いや、マジだって新品で買ってもスポーツサーって大体30何万だから、本当にいいシートですね。超高級シート。超高級シート、はい、ほう、いうことで、あと他になんかタイヤであったりだとか、はい、これ芝タイヤ、これ芝タイヤの280、今こんな今日のために入ってきて、はいはいはい、であと変えた点としては、あの後ろの、うんうん、後ろにマフラー、確かにさっきめちゃくちゃいい音してたけど、これがあの HKS のスーパーターボマフラーっていうやつを、あ、ね、あの5万ぐらいで、だいぶ安いですね。だいぶ、なんか元々つけてた人がなんか新しいマフラー買ったっていうので5万で譲るよって言われたので、はいはい、いいね、それで買いました。なるほどなるほど。テールもこれ変わってますよね。あ、そうですね。これはあの元々親父が、はい、あのS4 乗ってて、でその時につけてたものを、まあ、流用じゃないですけ ど, つけて、今もつけてるって感じですかね。 S4 はまだ持ってるんですか？ S4 を売って今これにしたんですね。あ、なるほどなるほど。というわけで、ぜひあのこれで運転していきながらですね、はい、いろいろと教えていければなと思いますので、はい、というわけで、それでは早速ひろきさんとゴンダイさんのレッスン行ってみたいと思います。はい、姿勢が曲がってからゆっくり開くの。そうそうそう。車が曲がって
クセルオンを少し待ってあげる。まずブレーキでしっかり止めること、ハンドル切ってまだ待つ、まだ待つ、まだ待つってゆっくりアクセルを、そうそうそう、まずしっかりブレーキを止める、まだ我慢、まだ待つ、でハンドル切ってまだ開けちゃダメよ、曲がったらオン、ここでオン、アクセル一回開けるじゃん、はい、でアクセル開けるから今度またアンダーになって、うん、でまたブレーキ踏んじゃうから一つのコーナーでブレーキ、ターンイン、アクセルのあれ本来のあれがブレーキ、ターンイン、アクセル、ブレーキってまただから多くなっちゃってるんだよね、モーションが。まあそこを意識してあげながら、はい、だから最後の一周とかすごい良かったから。わかりました。はい、というわけでレッスン終わりましたけど、どうでした実際。もう全然自分のもう踏み足りないなとか、はい、もういろいろ、あとアクセルがもう速すぎるとか、うん、そういういろいろな点が今日たくさん学べたので本当にありがとうございます。いえいえ、ね、自分から見てゴンダイさんの走りは、まあ、若いなと多分ブレーキの使い方とか、多分ステアリングの切り方とか、アクセルの踏み方っていうのを多分教えてもらってないですもんね、独学である程度。まあ教えてもらってるんですけど、まあ、ちょっと実行に移せてないんですよね、はい、なるほどなるほど、そこがありますね。だからその
どういうその運転の仕方をすると正しいのか悪いのかって多分頭の中で分かっててもなかなか体感しないと分からないところでもあるので、実際に本庄サーキットってシンプルなサーキットで初心者とか中級者向けには一番いいコースで、本当にブレーキの使い方、ブレーキ一つの使い方とかハンドルの切り方とか、まあ本当にそこが学べるので、まあ、一番初めての人にはおすすめかなというようなところだったんで、まあ良かったかなというふうには思うんですけど、まあまあまだいろいろ教えたいことはあるので、まあ、引き続きいろいろとやっていけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。改造車買取専門店改造車買取本舗、高価査定カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。